ルナタン巨人ルナと指定探検は2016年10月から2019年2月27日まで配信されたピグミースタジオ開発 NTT プララウン A によるスマートフォン向けゲーム。基本プレイ無料。ゲームムーンを手掛けた西健一と倉島和幸がタッグを組んだ作品。 穴掘りゲームの開発を考えていた西と、セットトップボックスでの新しいコンテンツを考えていた NTT プララの思惑が合致し、光 TV ゲームでの配信が決まった。スマートフォン向けゲームでありながら、光 TV と連携させることで、テレビ画面で遊ぶことができる。タイトルにも含まれている巨人、ルナは、大きくて印象的な存在を登場させたいという考えから、生まれた。 かつて栄えた文明、アクアルでは、謎の巨人ルナがもたらしたエネルギー、マナを使って暮らしていたが、人々はマナを使い尽くし、文明は滅びてしまった。その1万年後、コールドスリープから目覚めた古代人の末裔、ヨナは古代の道具を使って大地を掘り、古代文明の発掘を始める。声はアニメ版でのキャスト、ニンテンドースイッチ対応ソフトとして、 発売予定。仮タイトルは、ルナックス。ルナタン1万年の秘密のタイトルで、スマートフォン向けアプリ、縦アニメにて2017年6月5日より配信。ゲーム版とは、世界観は同一だがストーリーが異なり、地中に取り残された木魚と鳥入るかが、地上に戻ろうとする話となる。ルナタン1万年の秘密に関するカテゴリー。ありがとうございます。